テック21、サンズアンプ、ベースドライバー DI。 ベーシストならば知らない人はいないくらいの大定番プリアンプです。どんなベースもサンズの音にすると言われるほど特徴的な特性を持っており、このペダルで得られる鋭いアタック、重厚な低域はロックをはじめとしたさまざまなジャンルの音楽にマッチします。この動画ではそのサンズの音を周波数応答測定によって評価してみたいと思います。まずはそのサンズの音を聞いてみましょう。前半はベースドライバーオフ、後半はベースドライバーオンの音です。重さと鋭さが強調されたサウンドに変化します。それではベースドライバーの周波数応答を測ってみましょう。 20Hz から 20kHz のサイン波を周波数をスウィープしながらベースドライバーに流し込み、その出力を測ることでベースドライバーの周波数特性を見ます。測定にはルーム EQ ウィザードというフリーソフトとオーディオインターフェースの UR242 を使用します。まずは何もつながずに UR だけで信号ループを作り、キャリブレーションを行います。次に信号ループの中にベースドライバーを組み込み、測定、パラメータ変更、測定を繰り返していきます。それでは実際に測定した結果を見ていきましょう。つまみのセッティングは左下に表示します。まずはベースドライバー無接続での結果です。 UR242 を用いてフラットな特性で測定できることが確認できます。次に EQ をセンターにし、ブレンド、ドライブ、プレゼンスを最小にした設定です。微妙に 3kHz 付近が上がっていたり、ハイパス、ローパスがかかっているように見えますが、ベースの出音としてはほぼフラットなものだと言えます。次に先ほどの状態からトレブルまたはベースを最大、最小にした場合の測定結果です。トレブルは3キロから 3.5kHz 付近の帯域を、ベースは80から 90Hz 付近の帯域を中心にコントロールしていることがわかります。トレブル、ベースをそれぞれ最大、最小にするとこのような特性になります。相対的に 700Hz 周辺の中域をコントロールしているような形にもなります。次に EQ はセンターのままブレンドを最小、中間、最大と変化させていった場合の測定結果です。ブレンドを上げていくほど EQ でコントロールしていた帯域が強調され、800Hz を中心とした帯域が極端に削られていくのがわかります。このブレンドつまみはサンズアンプのチューブアンプエミュレーションの割合をコントロールするつまみであり、これを上げた時の音こそがサンズの音の正体といえます。この周波数特性が本当にサンズの音を表しているのか簡単に実験してみます。オーダーシティに付属しているイコライザーでそれっぽいイコライジングをしてみました。元の音源、ベースドライバーを通した音源、元の音源にそれっぽいイコライジングをした音源の順に流しますので、視聴比較してみてください。
ブレンドを上げた際の特性を模したイコライジングによってサンズの音が再現できていると思います。ブレンドセンターの時のこの 4.5kHz のリップはよくわかりませんが、 EQ 回路の副産物かキャビネットスピーカーの特性シミュレーションだと思われます。次にブレンド、EQ をセンターに固定し、プレゼンスを最初、中間、最大と変化させていった場合の測定結果です。トレブルの操作で変化する 3kHz より少し手前の帯域を広い範囲で増幅できます。ちなみにブレンド、EQ、プレゼンスをすべて最大にするとこのようなカーブになります。 4kHz 付近がとても強調され、ピック引きだとかなり耳に痛いサウンドになります。結論としてサンズの音は 800Hz 周辺の中域を削り、 3kHz から 4kHz の高域と 80Hz 付近の低域を強調した音と言えるでしょう。800Hz 付近を削っている理由としては、ボーカルやギター、その他の低域以外の楽器の音色の主要な成分がこの辺りの帯域にあり、それらと周波数帯域の住み分けを行うことが挙げられます。その上で主に担当する音域である低域と、音が鳴った瞬間を目立たせリズムを形成するための高域を強調しているのだと思われます。ベースとしての役割を果たすために調整されたこの音色がサンズの音であり、その機能美が多くの人に受け入れられていたということですね。いかがでしたでしょうか。サンズの音は単に聞いてかっこいいというだけではなく、音楽的にも有用に機能していたということが分かりました。この他にも感覚的に受け入れられ評価されている物事が調べてみると意外なりにかなっているという例は様々あると思います。今回はその一端を紹介してみました。ここまでご視聴いただきありがとうございました。